もう出ろよ。今日はこれで終わりにしましょう。お腹痛い。なんで？誰？誰？黒猫？それ俺のセーブポイント！ああ！やだ！捕まれた！何？ああ、何今の？記憶？流れ込んできた？何？嫌われた？お前友達じゃない。嘘つきって言われた。弁護弁護。は？あの子嘘つきって？俺嘘ついたことないんだけどな。まったくやめてほしい。久しぶり。お腹痛いし、心臓痛い。うわ、また前クソ猫が、かわいいじゃん。かわいいわ。かわいいじゃん。どうした？何すんの？下行く？下行けって？行くか。あ、かわいいじゃん。ついていこうか。かわいいじゃん。めっちゃ心臓痛い。ガチでやばい、これ。やばい。大丈夫？あ、あそこいる。猫たーん。でも猫たん、ごめん。俺セーブしたい。セーブしたい。猫たんごめんな。俺セーブしたい。先セーブ。ね。あー、落ち着く。俺この瞬間が一番なんか、ほっとする。ほっとする、ほんと。ありがとう、セーブポイント。セーブポイントで、よかった、ほんとあって。さあ、猫たんに迎えに行きましょう。どこ？にゃーお。かわいい。どこ行くのお前は。あれどこ行ったあいつ。あれ猫は。え、もっと奥。違う、なんかさっき声聞こえたよね。ここ？あ、いた。これは夢だ。きっと夢落ち。こういう時はきっとそんな展開だ。誰かいる？あ、鈴谷くん。あー、君か。一体どうしたら出られる？きっとここは次元の狭間なんだと思うけど、現実とわずかに次元がずれてて、きっかけで僕たちは狭間に落ちてしまったんだ。正解じゃん、お前。そうだ、黒のページに秘密があるんだよ。きっと条件があって、それを満たせば、怨念が解けたり、出口が見つかったり。これゲーム脳ってやつですよ、皆さん。そんなパターンだと思うんだけど。まあ、大体合ってる。君なんかヒント知らないかな？知ってるよ。
あのね、ここでは携帯用で電話かけることで移動ができるって。さっき会った白井という人が言ってたみたい。でも自分の携帯ダメなんだけど。なんだ、自分の携帯じゃダメなのか。だったら、ちょっと話最後まで聞いて。どこ行くん？あれ？ちょっと？あ、お、ちょっと。え？鈴谷くん、どうしたの？どうした？え？え？あ、鈴谷くん。え？死んだ？いない。携帯ないよ、しかも。落とした？落とぽよじゃん。これが転移？どういうことだ、これ。え？携帯2個あるよ、俺買ったじゃん。いやー、なんでこの気味悪い携帯。この携帯何が使えるかもしんねえ。やったぜ。勝った、大勝利。ゲームはこれで終了です。それでいいですか、皆さん。出ましょう、もう。のぶそうなとこいられるか。あ、久しぶり。白井さんか。保健室にいたんだけど、電話をかけて消えちゃった。そうか、君も早くここから転移した方がいい。転移した方がいい。ここの例は危険だ。オッケー。白井さんは？俺はもう少し調べなきゃいけないことがあるんだな。転移すると今の携帯を置いていってしまうから連絡が取れなくなるかもしれんが。あ、そうなんだ。置いていっちゃうんだ。運を祈ってる。で、転移するよ、みんな。ちょいて、転移する前に一回閉じたら。ちょいて、見ててメール見んの？出てメール見んの？出てメール見るの？あ、メール来た。は？何これ？これって、どこだっけ？ 4 階だっけ？ 4 階の一番最初覗いたとこだっけ？みんな。じゃあ4階行く？とりあえず行っとく？行っとくか。校長室だって。俺校長室入ったことねえんだよな。漫画とかじゃ見たことあるけど、あの入るとこじゃねえぞ多分。よし、じゃあまずセーブしましょうか。電話鳴ってない？だよ、電話だよ。寝なさい。本気吐きそう。あ、用務員室で電話鳴ってたか、今の、多分。オッケー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 。用務員室電話鳴ってるよ。はい。今出ますよ。待ってくださいね。しょうがないなぁ。はいはい。お待たせしました、ダイダラです。はあ。早く来てね。約束だよ。さっきの子かな。俺のセーブポイントを持ってた子。悪い子ですよ、あいつは。よいしょ。なんか言いたいように気がするけど、気のせい。急ごう。駆け登ろう。ダッシュマンとなる。ダッシュマンとなる、ダイダラ君。大丈夫だよな、ほんと。で、メールは、どうやって見んの？これ？メールボタン。猫って書いてる。はぁ、あ、黒猫かな、多分あれは。やっぱさっきの画像だよね、あれは。
さあ4階まで行きましょうか、サクッと。ちょ、どうしようこれ。これ今何階？ 3 階だっけ。3階だから次は、あ、グイッと走る。ね。集合場所から抜ける。てかさ、新一ってさ、よく集合場所から逃げ出したよね。あいつすげえと思う、本当に。ねえ。ニヤニヤしに行きました。多分、ニヤニヤするとこないよ。俺、ホラーゲームでさ、まだ一回もビビってないんだよね。まだコーリングでビビった回数ゼロ。マジで。よし。疲れてる？結構もう、疲労困憊かなっていう。よっしゃ。行くか。さて、4階まで行きましょうか。走って。ここが。行くぜ。ふぅ。うわっ！もうやめてよ。でも制服姿ってだけでちょっとニヤニヤしちゃうよね。男の子だもん。仕方ないよ。さあ、どうしよう。あ、ここだ！全然動かない。全然動かない。片方の携帯投げ込めば？え？え？何そのチートの発想。そんな発想あるの？やってみる？でもあいつの番号知らねえんだけど俺。えい。何これ。何これ。え？真っ暗だよ。あ、ただいま。宇宙。あれ？聞いたよ。携帯、あっちが戻れるじゃん、頑張ったら。やばくね？帰れねえじゃん。教会の中には例の生前の記憶が強く残っている場所があります。通常ではノイズにしか聞こえませんが、携帯電話の録音機能を使うと声が分かるようになる。ノイズが最も大きくなる場所で録音してください。ノイズはね、Wii リモコンにしか聞こえないので。どの辺？ちょっと待ってね。ここだ！出て録音すんの？録音ってどれ？これ？何これ？おう、完了。ねえ、この記事見てよ。ネットカフェで男性死亡。いえ。ゲームがやりすぎで死んだとか言われでしょ。ああ、ニュースで聞いたことある。でもそれがどうかしたの？ニュースではゲームのやりすぎって言ってるけど、この記事によると、黒のページってサイトに秘密があるらしいよ。最近噂になってるサイト？そうそう、今度はこれを調べてみない？一人かくれんぼも飽きてきた。一人かくれんぼやべえなお前。何でもしてんだなお前や。なんか記事みたいなのあるよ。電話番号！997-494-582。 ヤバクニ？
やばい。やばい。はい。やばい。助けてキスター。早く番号、電話かけよう。もすもす？早く逃げよう。邪魔じゃーん。すごい顔してる。4、9、4、5、8、2。あ、間に合わねえ、くそ。くそ。994、あ、9、間違った。9974。あ、もう無理だって、そんなの。何？え？え？え？何？必殺だ。待って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 、いっぱい来たいっぱい来たいっぱい来た。じゃあ待って、やばいってこれ。まず逃げるべきって、オッケー。動かねえじゃん。出れねえじゃん。まずい、まずい、これ。9974、9、4、5、8、2。どうだ。頼む頼む。間違った番号。間違った番号、間違った。9974、9、4、5、8、2。わっ、ダメだって、マシュマロ系女子。9、9、7、4、9、4、5。くそ。やばいって、もう邪魔だって。早い。9、9、7、4、9、4、5、5、8。あ、もうくそ。デーブ、くそ、助けて助けて。これまた来た、ジェットスリーマタック。なんだよこれ。タイミングよく A を押すと脳ダメです。俺はタイミング神。今だ。9974、あ、違う、9974、9、4、5、8、2。来た。やっとだ。どこ？切る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 。聖の章。終わり。お疲れ様でした。ああ、マジで。マジでしんどい、このゲーム。やべえ。やべえ。はい、というわけで皆様、ゴーリング。やばい。吐きそうだ、これ。動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は画面の下から、または説明文よりチャンネル登録お願いします。パソコンの方は画面をクリックしてチャンネル登録お願いします。この動画のシリーズの再生リストはここをクリック。説明文にもリンクがあります。それでは次の動画もよろしくね。バイバイ。